帰りは、東日本旅客鉄道が、新潟駅坂大気管を、白新線、上越本線経由で運行している、臨時快速列車、並びに、同列車で使用される車両の愛称である。新潟、省内の食と景観を楽しむ列車と位置づけられ、車内での食事に重点を据えたサービスが実施されている。指定席券は、他の、乗って楽しい列車よりも高額で、ハイレールや、 SL 銀河と同じ大人820円、小人410円となっている。同じ区間では2001年から485、軽電車による臨時快速列車、キラキラ、上津が設定されていたが、老朽化に伴い引退し、上津本線の乗って楽しい列車としての役割を本列車が引き継ぐこととなった。週末を中心に設定され、 新潟発の下り列車が午前中に、坂田発の上り列車が夕方に発車する1往復の運行である。通常、ダイヤと冬ダイヤがあり、冬季に実施される冬ダイヤでは、夏季の原則、停車サービスが省略されるため、所要時間が短い。この場合、新潟駅の発着時刻を通常ダイヤに揃えて、運転され、坂田駅に早く到着し、早く出発する。 ダイヤ設定となる。他に上り下りどちらか、片方だけが冬ダイヤ相当の時刻となる場合もある。通常ダイヤでは笹川流れの景観を楽しめるよう、桑川駅越後寒川駅間で減速運転を行うほか、桑川駅で上下とも20分の30分の長時間停車が設定されている。年に数回秋田駅までの延長運転が行われる。 ビュー旅行商品として販売される4号車の車内では、新潟、庄内地方の料亭やレストランの監修した食事が、新潟の市にせよ食器店の帰りオリジナル食器で提供される。通常の指定席として販売される1号車、2号車に乗車した場合でも、事前予約制で、帰り特性の弁当を購入できる。メニューはいずれも上り下りや月ごとで異なっている。ありがとうございます。